こんにちは。6月20日父の日なんですけども、あんまり関係ないことなんですが、ナイトライダーが届いてしまいました。なんかね、2号同時に届いたんですよ。で、大きさが違うというね。これパーツの大きさが違うんでしょうか。ダッシュボードとタイヤという形でね、これタイヤはお湯につけて作るっていうのを事前情報で察知していたんですけども、まあちょっとね、洗面器が必要かなというところでございます。で、1分の1を持ってる私としては、このホイールを見ることがあんまりないんですよね。あの黒いボーリングホイールキャップつけてますんで、で今回もついてるみたいなんで、はめちゃってね、終わりかなと思います。今私のナイト2000はその車検に出してるんですけども、いろいろと注文をしてますんで、メンテナンスの方ちょっと長いかもしれないですね。その間に少しでもこちらの方作っておきましょう。で、こちらの2号の方なんですけども、ちょっとでかいのはなんでかなと思ったら、これがね、これです。先っぽというんですかね、なんていうんですかね、フロントバンパーと言っていいんでしょうか。スキャナーのレンズがある部分ですよね。まああのナイト2000たらしめてるところですか、これが外観としては。当時トランザムの広告出てたんですけども、形がちょっと違うなと思ったのは、この先っぽはあれなんですよね、あのスポイラーなんですよね。あのオリジナルのトランザムから先頭部分を外して、こういうふうなオリジナルパーツをつけてるから、キットらしいね、シュッと前がね、とんがってる形で、それからウインカーがカバーのね、スモークに隠れているっていうとこですかね。でフォグランプが左右3発、これはシーズンによっては2発ずつになってるみたいですけども、私の1分の1は3発3発でかなりの消費電力ということらしいですね。でちなみにこのあれがあるでしょ、スキャナーが。スキャナーは最近だと LED になってるんですけども、やっぱり昔ながらのこの陰影が残るっていうかですね、残像が残る、なんかあのタイプもなかなか捨てがたいなというところでございます。こだわりのあるパーツですよね、あそこも、うん。まあ、とにかくね、1号1号がでかくって、これが110号届くとなると、そこそこの保管スペースが必要だなっていうところです。ただまあ安心してください、ブックレットの方はちっちゃいので、この箱はいらないよって方でしたらね、箱を廃棄してかなりコンパクトに収めることができるんじゃないかなと思います。まあでもファンならね、この箱ごと取っておきたいと思うんじゃないですかね。まあ、ここをきれいにこう外すことによって、この箱、この後ろとかね、こういうとことかパリッとしてますからね。ただ単に中身さえ、このブックレットさえ残っていればいいってもんでもないような気がしますけども、と言ってもね、これあれでしょう、どうしようかな、ほんと。まあ、今回私がこのシリーズを定期購入したのは、どちらかというと、まあ、8分の1モデルも素敵だなと思ったんですけど、コムリンクとかも。どちらかというと、これですよね。この久しぶりに出た、あの出版物、一周が欲しいなっていうところがあります。マイケル・ナイトさん、若いですよね。うん。で、佐々木功さんの声がね、ほんとぴったりなんですよ。この前の YouTube ライブご覧になった方います？いまだにかっこいいですよね。野島明夫さんとかも。うん、あの声が、車のナビに入ってる、うん、キャラナビっていうのもあるんですけども、あれはね、入手困難です。私持ってるんですよ。エリア101さんがね、特別に売ってくれたというか、まあ、高かったですけども、前もね、1分の1を買った身としては、高いと言えるものはもうないかなっていうところですね。車検代が恐ろしい金額になりました、今回はね。いやでもね、愛情で乗り切っていきます。さらにもう1台デロリアンぐらいはちょっとまだお願いしたいなっていうところですね。いやー、ナイト2000作るのが楽しみです。